東側のメタセコイアナミキドンドンドンの森は、探し中心部にある都市緑地である。再開発に伴い整備された。ドン3ンの森と略記することもある。話し言葉では、ドン3やドン3の森と略す場合もある。英語名は、ダンダン、ダンノウ森であり、近くの交差点の交差点名表示板には、ドン3ンの森ダンダン。 残納森と表示されている。名称は、佐賀市が行った工房により決定したもので、どんどんという太鼓の音、どんどんと突き進むといった意味が込められている。どんどんどんと3回繰り返すのは、佐賀弁に見られる特徴的な三連オノマトペの影響によるもの。1916年に、地元の有志によって設立された佐賀宝石は、 この地区に大規模な工場を建設し、事業を展開した。佐賀宝石は鈴木商店系列に入り、鈴木商店の倒産により大和宝石に吸収合併されて、大和宝石佐賀工場となった。1987年4月に佐賀工場は閉鎖され、この地区は大和宝石佐賀工場跡地となった。跡地約9万7千平方メートルは佐賀市に売却された。 その後跡地の有効利用の議論が活発化し、1990年にその用途の概要が決定された。公共施設の建設や企業の立地が決まり、移転や建設が進んだ。また、合わせて道路の再整備、バス停の設置、周辺の河川や緑地の再整備なども進行していた。しかし、 依然として、地区の名称は、山と某石や土地、山と某跡地のままであり、様々な弊害が出始め、名称決定への早期着手を望む声が相次ぐようになった。1994年12月に、市は跡地名称の公募を開始し、1995年3月に決定した。再開発や施設利用にあたっては、 様々な試みも行われた。佐賀市立図書館の建設にあたっては、佐賀県内の市町村としては初めて一般、競争入札を行った。また、当時としては、珍しい都道府県立の女性センター設置や、アバンセの館長の全国公募なども行われた。幼稚南側は施設と公園が整備されているが、北側の一部は依然として、空き地となっている。2005年には、 佐賀県立病院厚生館の移転が検討されたが、市民の間で賛成と反対の意見が分かれたほか、市と県の対立もあり、最終的には、同市南西部の加瀬町に決定した。国道264号のうち、長崎本線高架下した付近から、どんどんどんの森東側を通り、辻の道交差点に至るまでの約 1.5km の区間が、宝石通りと名付けられている。 また、どんどんどんの森の北東端には、工場で働いてきた工場を模した織姫像が、混流されており、工場の名残が残されている。公共施設群、企業用地、緑地、空き地により構成される。公共施設緑地、公園企業用地触れ合い広場などでは、市に、公園内行為許可申請を行って許可がおりれば、イベントなどを開催することが可能である。 市中心部の公園としては最大の規模であり、文化イベント、市民活動、集会などで公園が使用されることが多い。佐賀市の都市計画2015。ありがとうございます。